なかなかね、あの人間中のあのしぶといもんでね、あの制約とかがあったらね、なんとかその制約の中でなんとかね限界まであのうまいことやろうと思って工夫するもんなんですね。あの軽自動車みたいにね、排気量と車のサイズがもうバチッと決められてると、ほんならその中で限界を追求してめちゃめちゃいい車ができるっていう、あれですよ。俺もね、休みがなくなったもんやから、たった1週間に1回の休みをね充実させる方向性を編み出しましたよ。これ新幹線に何ですかね、これほぼね30年ぶりに新幹線に乗ったんですね。これであとスキーがまともに滑れたら、これほぼ完璧ですね。これシーズン何回か行けたら最高ですよ。これはいいわ。だいぶ目が慣れてきましたよ。最初俺ちょっとぶっちぎられてた目がもう落っつかへんかったやろ、処理能力が。まさかのどえらい乗り物ですな、ほら850は出てるでしょうね、これ。この感覚からいったら250は出てる。めちゃくちゃや、俺新幹線のこれ水のとこがあるって言ったのがいいですよ。普通の特急やったらこんなんないもんね。全面今禁煙ですか。全面ですわ。新幹線だけではこれあんの。タバコも決めれるし。新幹線本当に感動しきってね、もうハイな状態マックスでしたね、本当に。でタバコ部屋に行ってね、タバコを吸ったりしてね、ちょっとね尋常じゃ考えられないスピードがやっぱ出てますね、この新幹線いうのは。もう30年ぶりに乗ってね思ったことをね、こいつはすごい、ほんまに。もうしょっちゅう乗ってる人はね、実はねこれ麻痺してますよ、気がついてません。これ実はむちゃむちゃすごい乗り物ですよ。俺はね本当にあの倒れた、うん、新幹線すごい。まあ、これね、それこ今度もね、今度ももっと30何年ぶりですよ、今度名古屋到着。あっちゅう間に新幹線、これ次はほんなら特急電車ですか。あ、次な俺は次は、これかな、お、すごい7時ちょうどの、うん、まずは信濃1号で、そうそうそうですか。今度は特急電車どうよ俺。これね確か振り子電車。ああの黒潮。ああ多分あの系。いやーカーブに合わせてこう右側で傾けていく。バンク。バンク。ハングするやつ。すごいねこれ。名古屋名古屋これ。すごいね。ここですか。しゃー、前とりますか。行きましょう行きましょう。これ撮り鉄状態ですか今俺。そうですね、来ましたねこれ。これ乗りましょう。うわーごっつい駅ビルやねこれも。しゃー撮り鉄、撮り鉄やな。機嫌がいいのかね、こうなんか動画をつなげて今作ってる時に見てもね分かりますね、マジで機嫌が良かった、うん、これちょっと見えにくいんですけどね、これねあの振り子電車が、ね、バンクしてるとこなんですね、これ、うん、カーブごとにねキュッキュッと傾きよるんですよこの電車。のぞみ号とはね700系でしたっけね、のぞみ号にもあの感動しきりましたけど、この振り子電車も行けますよこれ。面白いね、うん、やっぱたまにはあのこういうあのおもろい乗り物とかねいいですね、ほんま。で木曽福島にあっちを着いたわけですね。木曽福
島駅、うん、この木曽福島っていうのはあの僕は運転手時代にねあの仕事で来たことがあるというね、まあ、その時はあの緑のおそばを食べたりね、あと蜂の子をね、蜂の子なんか結構いけますからね、バカバカ食べた覚えがあるんですけど、その時あの仕事で来た木曽福島いつか来ようと思ってたけど何年かかりましたかね、ほぼ15年ぐらいかかりましたね、もう一回ここに来るのに。でこれが見えたのが、木曽御嶽山ですよね。あのバス木曽福島から44キロでしたよ。そしてこれチャオ御嶽到着しました。あのバブルの時と違ってね。あ、どうも、松山聖子です。今日はね、あのオートバイクラブメロリーナ解散してですね、日曜日にやることがなくなっちゃったので、なんと今日はね、15,000円木曽御嶽山にやってまいりました。どうですかこれ、ちょっと考えられない天気でね、装備は、高難で、300円の、フェイスマスクを買ってきました昨日夜に。その他は全部あのそのままの入れ立ちでいけます。これでねあの完全に分かったんですけど、あの我々のオートバイ乗りはですね、ほぼ、何も用意せんでもですねあのスキーヤーになれるということが僕は証明しました。あのいつものあのいつもの装束にですねあの貸しスキーを借りればなんとかなると。でね、ちょっとガタガタなんですけど、なんとか今のところこけずに降りてます。そうですね、そうですね、なんとかね、なかなかなもんですよ。そうですか、でもあの久しぶりにしてはね、なんとか今のところはあの足と体が反対になってますけど、もうあのとりあえずこけずに降りれればそれでいい。これあのまだ行けますんでね、皆さんあの今度は一緒に行きましょう。うん、これちょっとありえない天気なんですけどね、これ、新大阪から、のぞみ号、新幹線で名古屋まで行って、名古屋から特急しなの号に乗ってですね、今度は木曽福島、そこから、バスでほとんど寝取りました。こういうスキーもあるんですね。我々が行ってる時なんていうのはですね、難波とか梅田とかに早起きしてね、狭いバスにですねこう縮こまって寝てたんですけど、ほんまに今日はこれ極楽スキーですね。極楽ですよこれは。我々こんなんでいいんでしょうか。いいですよ。いい、親父スキーですわ。ほんまのこのおっさんスキーでね、おっさん二人遠路はるばる堺からやってきました。そういうことなんですよ。残念ながらね、あのどこを見渡してもあのご期待のお姉ちゃんがおりません、ね、いいですねこれね、別に我々 ね、健康的です。そうそうそう、はい、我々ねもうそういうのやめました。健全なあのスポーツにですね、邁進しておりますので、あの次このカメラを回すときはおそらくこけてますのでですね、この健康に乗ってください。木曽御嶽山どうですかこれね、雨に霞んだ御嶽山をじっと見上げる女が一人ですよ。2人とも怖がって後ろ足に体重が乗っちゃいました。なんで体ひねってもって言うこと聞いてくれない。温度は高いし風はないし、ほんまに気持ちいいんですけど、一つね、
空気がどうも薄いみたいでですね、どえらいハーハー言っております。見てくださいあれ、御嶽山ですよ。今ね、俺今ここではっきり言っときますけどね、僕あの今日の明日から帰ってからの夜ウォーキングを再開します。あまりにもひどすぎる僕の心肺能力。よし、またいつもやってるんですね。そして楽しみです。はい、お待たせしました。お疲れでした。もう限界までね、疲れてね、体力の限界の状態まで来て、でこの入れた生ビール、あの頭の先から下まで本当にボワーンとなりましたよ。もう回ってですね、もうこれほど気色のいい酒はないというね、スポーツの後のあのお酒っていうのはたまらんですね。これからこれをそのあのテーマにちょっとしたい。もう行けますね。木曽義仲もどうぞみたいな感じ。行きますか。これもあの夕暮れの木曽福島で酒盛り開始っていうことですかね。しかし、まあ、火が高なってよかったですわ。いやー、本当素晴らしい。すべて味方してくれてますわ。何一つ本番、ほんま。ね、これ寒かったらこんなんできませんで。駅のあの、待合室で、たたずんどかなしゃあないという。タバコも吸えるし。いやさすがにね、極道タバコ吸っちゃいけないですよ、これは。これは無理。倒れる。今回でね、ちょっと一つの方向性が見えましたよ。あのお休みはないけどね、あのちょっと、わずかながらにあるそのお休みをね、あの無理をしてですね、バブルのとこみたいに24時間あるんですから、ゲームみたいに遊べないんですよ。バリバリ働いて、バリバリ遊ぼう。これできますよ。大体あのスキーっていうのがね、本当ね、ものすごいこのスキー場の雰囲気もいいんですけど、あのちょっとこう快感のね、快感物質がね、俺は単車と同じやと思いますね。あのビャーっといってね、あの右に左に、あの遠心力、あのスポーツ あの正体っていうのがね、あのそれは単にあのめまいである、看破したあのとか外国の、博士がいますけどね、行き着くところで、ね、めまいを求めてるっていうね、同じですよこれ。このスキーもあの遠心力とね、このガリガリスピード感とね、シューとこう持っていかれそうになるこの気持ちね、でこうコントロールする楽しみと、このまあカービングスキーっていうのは初めて体験しましたけどね、あの適当にやってもね、あの降りれるんですね。これあの噂では聞いてましたけど、あのほんまに噂のカービングスキーでした。あのなんかね、最初はあの暴言から始めて、こうシュテムターンとかね、なんか何やったんやって感じですね。あのカービングスキーね、あの見てたらそっちの方に行きますんでね、ますます単車に近づきました。これズボラスキーですよ、これは。面白かった。でも